火流人擬人法から理科や理科流人擬人法から火薬で矢を飛ばす兵器1540年頃のイタリアの夜勤学者バンノッチョビリングッチョの加工術についての図解ありとはソうの子が考案し実際に戦闘で使用された極初期の火薬兵器使用した王朝や構造の若干の違いによって特化やり理科やりヒモンやりやり法などと名称が変わることがある また現代の中国でライフル銃以前の銃、特にマスケット銃のことを言う場合もあり、その時は前者は火ホ槍などと言い換えることもある。現在でも中国では銃のことを槍と表記する。構造は火薬を紙で包んだものないし節を除いた竹に火薬を詰めたものを長い柄の先に取り付け、それに火をつけて敵に突き出して炸裂させたり火花を浴びせることによって、 攻撃や威嚇を行うという兵器。また、似た兵器に、ロケット花火の容量でエアを飛ばすヒヤというものもあったが、それもヒヤリと呼ぶこともある。はじめは、火薬は不純物が多く混じった黒色火薬であり、爆発力が貧弱だったために火薬のみによる攻撃は、望めず、主として威嚇のために用いられた。爆発音は300メートル先でも聞こえたと言われ、威嚇には十分な効果があった。 攻撃用とするにはこの火薬の中に金属片を混ぜることによって殺傷能力を高めて使用した。しかし、基本的に竹製のため使い捨てが主でそうでないものも装填にかなりの時間がかかり使い勝手は悪い。その上に初期の火薬は不純物が多く含まれていたため不発、あるいは地発等の暴発が多く構造上射程が短く命中精度も 非常に低かったため、後の火縄銃のように隊列を組んでの一斉射撃や、狙撃による三平戦を行えることは期待できず、南宋も、もっぱら工場戦での防衛のための兵器として、北方から侵入してくる金やモンゴルの兵士に対して使用するのみに止まった。金もこれとよく似た飛び火ありと呼ばれる兵器を使用し出した、精度の低さや不発を克服するために、 後世のカチューシャ式ロケット砲のように多段式に改良された貨車と呼ばれるものも存在したという火薬は当大の中国で発明された850年頃に書かれた新元妙道用路には硝石、硫黄、炭を混ぜると燃焼や爆発を起こしやすいことが記述されておりすでにこの頃には原始的な黒色火薬が発明されていた可能性がある1 4 0年頃に 総行量は黒色火薬の製法を公表した。1132年に金との戦争中に起きた内乱に対してヒアリ予想が投入したのが最初の実戦での使用例とされる。1250年代、モンゴル帝国がイラン侵攻した際、中国人技術者が操作する投石機で火薬弾が投げられている。1280年には地中海東部のマルクスグナエクスとシリアの発散。 ラムマが中国の書き、ヒアリについて記述している。また、イスラム文明圏のシリア、マムルク朝でも火薬情報は豊富であった。1300年頃に書かれたとされるシェムス・エディン・モハメネット文書で窓ガと呼ばれるものが描かれ、これはヒアリである。1288年当時の制度性の重心が中国で発掘されたことで、 モンゴル支配下の中国がヒヤリから銃へ装備を変えたことが明らかになり、さらにこれまで銃は西欧発明と考えられてきたが、銃はモンゴル帝国を通じてヨーロッパへ伝わったとされる。1326年のスウェーデンにおける壺型の銃も発見されているが、これはモンゴル帝国に支配されていた南ロシアから伝わった銃が変形したものと考えられている。火薬を 鉄や青銅で包むような構造にして弾丸が前方にのみ飛ぶよう改良され、パムディとなったとも言われる。フィレンツェで大砲が開発され、以後ヨーロッパでは大砲が発達する。イベリア半島では1330年代までには銃だけでなく大砲も使用されていた。1368年にモンゴル勢力を鍛え押しやり成立した、明王朝の時代には筒を青銅で作るなど、 多少の改良を加えられた下流槍が開発された。北限や新たに没興してきた女神の勢力に対して同様に使用された。応仁の乱の頃ヒアリが日本に輸入されたが威力不足により使われなくなった。15世紀の神聖ローマ帝国では伏戦争などで一般市民や農民がハンドカノンという大気使用のヒアリを開発して使った。 銃のように小脇に抱えると点火ができないため、肩に乗せて撃っていた。点火から発射までの時間が非常に長く命中率も低く、重心が破裂して使用者も死ぬことが多く、敵がまとまってきた時の威嚇にしか使えなかった。これが改良され火縄銃が生まれ、西洋における銃火器の元祖となった。大航海時代のヨーロッパでもファイアランスという名のヒアリとほとんど同じ火器が考案。 使用されたが、これも攻撃というよりは、目くらましや威嚇に用いていた。多重に火薬を仕込んでおけば続けざまに炸裂させることも可能で、暴発から身を守るために鎧を着て使用された。同時、ピーター・ A ・ザージアン・ミリタリー・レボリューション、フロム・ガン・パウダー・ツー・ザ・ボム、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス。 ISBN 9780521609548P33 から 34JS、ケネス、ファイロームズ、A グローバルヒストリー2700、ケンブリッジユニバーシティプレス、ISBN0 から 521822742P312 ダム、ヨーゼフ、サイエンスシビリゼーションインチャイナ、V5 パート7、ザ・ガンパオダーエピック、ケンブリッジユニバーシティプレス、 ISBN0 から 521303583P222 アーノルド・パーシー。世界文明における技術の千年誌新評論。林武史漢役。東玲子役。アーノルド・パーシー。世界文明における技術の千年誌新評論。林武史漢役。東玲子役。アーノルド・パーシー。世界文明における技術の千年誌新評論。林武史勘訳 東ズ子レ役、市川正春、武器辞典、1996年、アーノルド・パーシー、世界文明における技術の千年史、新ありがとうございます。